ボス。ボス、緊急事態だ。マザーベースで生体臭が再発生した。死者も出ている。隔離プラットフォームの実験棟、以前放射線漏れが起きた場所だ。警備班を送ったばかりだというのに。新たに救出隊を送ったが帰ってこない。ボス、指示を仰ぎたい。マザーベースに戻ってくれ。先に連絡した通りだ。隔離プラットフォーム内の実験棟で生体臭が再発生。調査を兼ねて救出隊を送ったが帰ってこない。連絡も途絶えた。疑似体は選抜済みだ。あとはあんたの指示。俺が行く。一人でいい。ボス、何を言っている。何もあんたが。もう犠牲は出せない。中で何が起きているかわからないんだ。だからだよ。中のストレスはもう限界だろう。大勢で言ってもあいつらを刺激するだけだ。もう犠牲を出したくない。わかった。ではまず感染状況の調査を頼む。救出はその後、状況が分かってからだ。出発するときは端末から指示をくれ。制圧したはずの生体中が再発生した理由は不明。状況が知りたい。調査を頼む。ボス、端末からミッションを選択してくれ。Please select a mission。再度説明する。生体臭が再発生したのは隔離プラットフォームの実験棟。どうした？これはどういうことだ？生体に寄生してオスメス一対のつがいを作るが、ボルバキアはそのオスをメスに性転換させる。
メス同士となったつがいは交尾も産卵もできない。だから救出隊にはボルバキアを持たせた。だが事態は収束していない。卵を産まないはずの生態中が再発生し、ボルバキアも効かない。まさか新種が。だとしたら誰かがそいつを持ち込んだ可能性もある。スタッフの中に敵のスパイがいた。今は発生基準の解明が先だ。それから今回の症状で厄介な点はもう一つある。発症しているかどうか今まで以上に判別がつきにくいことだ。症状が全く表に出ないまま進行する。健康そうに見えても手遅れになっている可能性があるのだ。あの実験棟の中で何が。モス、館内に送り込んだ救出隊とは未だ連絡が取れない。せめて発症の有無が分かれば打つ手もあるんだが、そこも含めて調査を頼む。新一は不明だ。特定する前に途切れた。全てが分かった。生態中のことか。見当違いかもしれん。だが今は唯一の希望だ。少しでも手がかりが欲しい。ボス、テントの入り口を閉めさせてもらう。空気感染の可能性は低いが念のためだ。分かった。無線の発信者を探し接触してくれ、ボス。了解。甘い匂いだ。マスクをしていてもわかる。救出隊も言っていた。熟れた果実のような匂いがすると。繰り返すようだが、発症した者は楽にしてやるほかない。感染を広げるわけにはいかん。俺も発症したら頼む。
スクをしている。救出隊の兵士だな。さっきのやつが。研究ブロックへ通じる扉だ。封鎖されている。放射線漏れはこの先で起きた。今は誰もいないはずだ。建設中だ。開かない。喋らなかったものも発症したらしい。やはり何らかの変異が起きているようだ。
has died. あったんだ。よかった。ボスは感染していません。わかるのか。私は勝ちました。カタツムリじゃない。ついていたようだ。だが最後になんとカタツムリ。そうか、ようやくつながった。良いか、発症者を絶対に外へ出すな。症状が進んだ者は強い衝動に駆られて外へ出ようとする。虫がそうさせるのだ。表に出れば鳥が発症者をついばみ、海を渡って感染を広げる。世界が虫で溢れるぞ。奴らを外には出せない。
少々を外に出すわけにはいかない。撃て。そうだ、それでいい。ミッションエンタースタッフメンバー、先ほどのゴーグルは持っておるな。それで感染者を見分けられる。喉が光って見えるものは殺すほかない。感染している。殺してくれ、もう出すから。みんな、すまん。Has died.
じゃん。待ってくれボス、そいつマスクをつけてないか、感染してないかもしれん。さっきのゴーグルで確認してみろ。救出隊員を出口へ運んでくれ。唯一の非感染者だ。ボス、ありがとうございます。生存者だ。ロックを解除してくれ。待ってください。私もダメなようです。バカな、さっき判定した時は。もしやそこまで進行が早いのか。ボス、そいつをもう一度さっきのゴーグルで判定してくれ。感染している。なんてことだ。気の内から入ったのかもしれません。仲間が待ってます。さあ。
ボス、助ける方法はなかった。みんな感謝している。あんたが仲間を殺したんだ。何だと。そうだ、俺が殺した。仲間なのになぜ。僕も仲間なのに、あんたがみんなを灰にしたんだ。おい、みんな本望だろ。ナパームで焼かれるよりは。さあ早く済ませよう。待て。お前たちの無念を海の藻くずにはしない。俺は常にお前たちとある。俺はお前たちの苗床だ。水槽をしない。それで。仲間の灰でダイヤモンドを作れ。それを俺たちは抱いて戦場へ行く。死してなおも輝き続ける。仲間のもとで。俺たちはダイヤモンド洞窟だ。ボス、あんたは立派だった。俺は報復を遂げても仲間を疑ってもこの痛みが消えることはなかった。いや、ひどくなる一方だ。だがあんたはあの病院で目覚めた時から知っていたんだ。もう消えることはないと。それでも痛みと立ち向かい戦っていたんだ。生きている限り終わることのない戦い。改めてあんたを尊敬する。あんたこそビッグボスだ。
Please select a mission.